おはようございます。今日は新潟県上越市やってまいりました。もうこちらの風景を見てどこのお店かお分かりになる方も多いんじゃないでしょうか。本日お邪魔してますのはミッドガーデン上越店さんです。久しぶりにやってまいりました。確かね、前回お邪魔したのが昨年2019年の10月だったんですよ。なのでちょうど1年ぶりぐらいですね。まあ、その時もね、非常にこう活気ある店内で相変わらず元気のいいお店だなと思っていたんですが、なんと今日もですね、非常に多くのお客様集まられておりまして、入場は220番ということになりました。先着順の整理券配布で、まあ、開店1時間ぐらい前に来たんですけど、すでにもう200名以上の方が整理券を取られていたということで、まあ、店内ね、今日もだいぶ盛り上がると思いますけども、しっかり新潟実践戦っていきたいと思います。そして今日は街道日記が第 999.3 話ということで、1000話に向けてまたコンマ1ずつナンバリング刻んでおりますが、どうぞ今回も最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ゴッドとシーサのコラボ扇子ですね。あ、販売中です。あ、別にあの宣伝したかったわけじゃなくて、ただ暑かったんで仰いでただけです。あ、裏面ですか。裏面プシュンで真ん中からシーサが出てきてるっていうね、まあ、こういう歩きながらですみません。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、220番の入場、何に座れるか。ちょっとゴッド行きましょうか。ゴッド見に行きましょうか。あったあった。おはようございます。すみません。わ、埋まってる埋まってる。あれ、埋まってる。開いてない。外線が開いてない。外線が開いてないマジか。どうしよう。モンキーターン行きましょうか。開いてた。狙っていたのがミリオンゴッド神々の凱旋、あなたのオッドハーデスですけど、どちらも座れませんでした。ということで朝市はモンキーターン4行きたいと思います。さあ、やってまいりました。今日は新潟県上越市のミッドガーデン上越店さんです。はい、もう入場からね、大変多くのお客様がご来店されている中で、ちょっと台を選ぶことできませんでした。で、今日は朝市こちらモンキーターン4打っていきたいと思います。それでは、シーサの街道日記第 999.3 話、よろしくお願いいたします。さあ、リセット後のスタートということになりますね。今、有力感ランプがついたところですね。まあ、朝から狙っていたのはミリオンゴッド神々の凱旋、そしてあなたのオッドハーデスというところですが、いや、埋まっちゃいましたね。結構台数があったんで、1台ぐらいは空いてるかなと思って入ってきましたら、全く空いていませんでした。まあ、ただね、朝一モンキーターン後全設定共通で天国移行率が 25% ありますのでね、まあ、朝一台としてはいい機種に座れたかなと思います。まあ、6号機でね、コイン持ちもいいので、そこまで苦しい展開にはならないかな。あとモンキー4のいいところは、600以上のハマり、900以上のハマりでシナリオランクが優遇されるっていうところもあるので、まあ、ハマればただただきついというものでもなく、結構バランスのいい AT 機だと認識しています。いや、でもこのモンキーターンというアニメがボートレース業界に与えた影響はめちゃくちゃ大きいでしょうね。これを見てボートを好きになったっていう人は僕の近くにも結構いるぐらいですし、おお、赤文字が出てきた。モンキーターンの赤文字ってなかなか珍しいというか、めちゃくちゃ強いですよ。本前町に期待していいのか。さあ、もちろんここは唯一モード突入になると思われますけれども、当たるかも、25% を取ってるかも。本前町に期待。まあ、まだ街道日記で言うのが2回目なので何とも言えないんですけど、モンキーの赤文字は強い、これは間違いないと思います。おお、赤シャッターの上に金シャッターがありますけども、赤シャッターレア役来て、あ、これで発展ならめっちゃ強そう。青島でした。さあ、ここはもう本弁長濃厚ですよ。はい、
ゲーム数開始101ゲーム投資の方は2000円です。100倍よく回ってくれました。いやラッキーでしたね。まずは最初 25% の天国以降取れていたと。あ、間違った、押し順ミスして追加投資150枚になります。投資がで、まあ、前回街道日記でこのモンキーターン4初打ちの時はえのきとのレース、あのチャンスゾーン突破して天王ラッシュに入ったおかげでグランドスラムまで行けてめちゃくちゃいい思いしたんですよね。まあ、今日はその再来になるか。さあそして、まあ、おなじみのシナリオ管理ですけども1セット目ちょっと見えないと思うんですけど白ですね。ここのアイコンの色はかすかに見えますかね。白、まあ、白スタートはシナリオも1か2ということで、まあ、一番こう期待度の低いシナリオ、しかも1セット目の継続率が低めなのでここを単発終了のピンチですね。ここを超えれるかどうか、継続率ではかなり厳しい1セット目です。さあ超えれるか超えれないか、スタート決まれば面白いですけどね。ここあ揃いましたね。もうここはえのきさんでしょう多分。はい、最悪のパターンですね。まあ多分シナリオ的にも1か2勝負しか駆け出しのシナリオだったと思います。1セット目の継続率は約 10% というところでしょう。しょうがない。まあこれでまた天国に行ってる可能性もありますし、まあ、なくとも次のシナリオに期待しましょう。あ、キラキラしてる。さあ1回目の AT 単発終了残念でしたが、終了画面ヘルメットにモンキーターン V 天国モードです。よし、これでまた早い当たりになりますのでちょっと次は2セット以上期待したいですね。あれ天国で間違いないよな。キラキラだけだったら天国か引き戻しですけど V が出てますもんね。さあゲーム数は98ゲームですね現在ね。これで2回目の SD ラスト戦となります。天国モードからの当たりでした。さあ先ほど単発終了の挽回なるか。2回目、さあ行くぞ。先ほどは1セット目アイコン白でしたけれども、まあ、今回は黄色スタートということで、まあ、1セット目の継続率は 50% の期待度というところですね。ちょっと見えますかね。ここは超えたいですよね。まあ、さっきは白だったので1回目の、まあ、1セット目が黄色なので、まあ、いくつかのシナリオの可能性があるというところですね。最悪のシナリオではない。先頭の背のチャンス、ジャクチェリーからでしたか。さあまずは10ゲームですね。初期ゲームできるだけ押し順ベルを持ってこないといけない。ここは決めろ。うーん、白か。おー、いった。これね、セットストック2セット目突入確定です。さあ2セット目何色でしょうかね。お、アリサ、串田さんがありたと。ちょっと女性キャラの画面が続いてまして、ここはアイコンがまた黄色。1セット目では超マスチャレンジ成功ありましたが、まだ AT 中ゲーム数は載せれていません。これで2セット目でしょうか。さあ 50% の壁超えれるか。厳しくないか。ここはすんなりは勝てない相手だもんな。
った行きました。いや、正直えのきさんは辛いと思ってました。カットインもなかったんで、スタートのこれは嬉しい、 50% 超えたぞ。さあ、そしてここはえのきさんに勝って逆襲の帝王ということで、これおそらくシナリオ自体は定海の日の日シナリオで7セット目まで全部継続率 50% というところですが、これが、帝王なしに入ると全部 75% の継続率になるので、ここめちゃめちゃ大事。ここね、10ゲーム間でえのきさんが開眼すればチャレンジ成功、帝王ラッシュ突入になります。で、帝王ラッシュは継続率優遇だけじゃなくて、特化ゾーンの突入率とかね、まあいろんなものがこう優遇されてくるので、ここは大事よ。お願い、なんか来い。ダメか、あと1ゲームラスト。あら、ベルじゃない、外れ。あー、一枚役だった。残念、帝王ラッシュはつかめず3セット目突入です。あー、ここで終わるか。435枚、3セットという結果でしたね。はい、まあ、今回はモンキーターンのロゴだけという結果に終わりました。いやー、でも、まあ、3セット大した AT ではなかったですけど、逆襲の帝王、そしてジョーバスチャレンジとチャンスソンが入ってきた、まあ、それだけでも結構楽しめましたね。今のはまだまだ序盤、追いかけていきたいと思います。強チャンス目でした。ちょっと中リール押せてませんでしたけども、あ、2ゲーム連続チャンス目、これはいったんじゃないか。勝負かけチャレンジ、あ、え、直撃、あの強チャンス目の次ゲームにもしかしたらなんか強い役引いてたか、まあ、強チャンス目からの直撃中点も一応あるんで、マジか、これは設定差があるところになりますね。強チャンス目で6で 7%、 1で 0.78% なんで、1と6で10倍差があるっていう。さあ、ちょっとね、すいません、リールの押し方が雑で、出目が綺麗なあのボードの小ぶりじゃなかったんですけど、強チャンス目からの、まあ、直撃で間違いないかなと。3回目のあたりはゲーム数55ゲームです。結果的にまだ100ゲーム1回も超えずに3回目のラスト2となりました。お、またアリサが出てきた。先ほどと同じく1セット目アイコン黄色ですね。また先ほどと同じく、ここはシナリオ9、定海のヒロインシナリオの可能性が高い AT ということになりますね。いや、というか強チャンス目からの直撃一発来ただけで高設定の可能性かなり高くなると思います。さあ、1セット目は上乗せなし、上乗せなしで継続率は 50%。 どうかな、先ほど負けてますからね、ガンボさんには。おー、いった。さあ、1セット目クリアです。これは結構いけるかも。今日はね、狙い機種スワレットモンキータンフォーに来ましたけど、これが機種と出そうな非常に雰囲気のいい台ですね。クリア。あれ、これシナリオ9じゃなさそうですね。ちょっと確認させてください。
シナリオ6かな。6っぽいな。6っぽいですね。だとしたらこの後が怖いな。3セット目の開始画面があの赤背景のベテラン勢が出てたんですけれども、まあ、あれが出ると当該セットの継続率が 66% 以上と。おお、V 揃った。でシナリオは6以上ということになるので、まあ、ここもシナリオは悪くなさそう。ただシナリオ6っていうのがそのなんて言うんだろう、ベテランシナリオだったかな。1セット目2セット目3セット目は継続率がいいんだけど、そこから1セットごとに終了のピンチがやってくるという、まあ、そういうシナリオでしたね。バカンスモードでも入ってくれたら嬉しいな。強チェリー来た。バカンスモード突入です。さあ何ゲーム乗せれたかな。バカンスモード50ゲームの上乗せでした。これで4セット目は50ゲームをプラスしてのスタートですね、もちろん。あ、そして継続確定のセット、80ゲームスタートプラス継続確定、めちゃめちゃ美味しいセットになりました。ここはこれで4セット目クリアになります。5セット目、さあ5セット目は 50% 超えれるか。怖いなあこの3人が。どうだ。よっしゃ、5セット目クリア。そして6セット目なのでここはおそらく白が出てくるでしょう。はい、そうですね、もうシナリオ6でほぼ間違いないと思います。いやー、継続率では超えるのが難しいね、白のアイコン 10%。 まあそうですよね。そして榎木さんか、さすがにここは相当厳しいセットになります。まあ面白いシナリオでしたけどね、ここを超えればグランドスラムの可能性も十分というところを超えれず6セットで終了、895枚という結果でした。まあでもここまで当たり3回全て100ゲーム以内ということで、持ちメダルの方は一気に1000枚を超えてきてますので、まあ、いいスタートにはなってるかなと思います。ここはロゴなしですね。終了。いやー、ちょっと遠かったですね。800ゲーム台での当たりですけれども、まあ、実際の消化ゲーム数は途中勝負かけチャレンジがあったおかげで、まあ、707ゲームというところですね。消化ゲーム500枚以上の持ちメダル持っての当たりとなります。4回目ライバルムービー。さあ1セット目、ここは黄色ですね。 50% の期待度。ブラックアウトでした。ちょっとびっくりした。何を引いた。これはインパクトのある演出ですね。まあ初代からね、ブラックアウトの究極 V モンキー3桁の手ってのありましたけど、本気では僕初めて出しました。ここなんだろうな、強チェリーかな。まあ3桁の手ですね。弱チェリー。150ゲームの接、着地から150、200。直乗せ200。最高の上乗せじゃないですか。あー、ちょっとねゲーム数では700を超えるハマりでしたけれども、
1セット目だけでもまたまた枚数売られます。これは気持ちいい。乗った。おお、ジャクチリーから30乗って。あ、30乗せ。ジャクチリーめちゃくちゃ乗るやん。ここジャクチリーだけで260ゲーム上乗せしてます。おお、おお、最上位。ここはちょっとね、継続的には厳しい。白のアイコンの2セット目でしたが、ここはもう V 揃いは濃厚です。あとはダブルで3桁の手まで来るかどうか。激アツじゃないですか。もうね、見たら分かりますよね。プレミア、プレミアって言ってんじゃないですか。すごいテンポアイオン、ダブルだ。よし、これは気持ちいい。上乗せプラス継続確定。すごい AT になってきましたね。いやー、久しぶりの新潟実戦、まあ約1年ぶりにこのミートガーデン上越センサー来ましたけど、いいですね。雰囲気もいい、状況もいい、そしてもう今日は終始もいい。勝ち確です。もう負ける要素一切ありません。獲得枚数は1000枚超えてますけど、持ちコインはもうすでに1600枚を超えたところですね。50ゲーム、さあ残り70ゲームになります。これでセットストック2つということになります。これで5セット目、いや4セット目に突入ですね。おー、いきなり上乗せチャンス。今度はここもジャクチリーか。なかなか今日フラグ引けてないですけど、ジャクフラグがとにかく活躍してますこのエティ。さあ4セット目は超マスチャレンジ突入もチャンスを生かせず、結局アイコンも白のままゲーム中消化ですね。いやー、せっかくなら2400枚ね、目立てるエティだったので終わらせたくなかったですけど、ここは終了のピンチ。厳しいなー。チャンスアップも何もない。いやー、そうか、まあ、正直シナリオは良くなかったですね。ただ上乗せに恵まれてこの結果、まあでも嬉しい AT でしたね。獲得枚数は1735枚です。まあグランドスラムあったとしてもここに届かないこともあるぐらいですから、よく出せたと思います。あれ、有利感終わってる。ただ、まあ、通常 B か天国というですね、一応キラキラが出てますね。今日チェリー1ゲーム遅かったんじゃないですかね。さあちょっと今調べていただいたんですけど、どうやらあの AT が終わった終了画面、有利感ランプが消えたタイミングで値上げを行くとモードが優遇されるみたいなんですよね。ね、京チェリーの場合はなんと引き戻し以上がまあ確定するということで、引き戻し昭和天国の下出てましたけども、あれはあの京チェリーが効いていたということですね。おそらくならば無駄引きではなかったですね。はい、249ゲーム。さあ5回目の FD ラッシュ参りましょう。持ちメダルの方は2000枚ほどですかね今ね。さすがに強敵エノキさんにはかなわずか。115枚。うわー、連続の単発は苦しいな。108枚で終了です。あ、メダルが一応出ましたね。まあ偶数設定したですね、偶数設定したですね。
ダメなんかい。はい、というわけでここまでですね。ちょっとグラフの方見ていただきましょうか。まあ途中朝一まずね早い当たりがあって、そして中盤もう一ついい当たりがあってという感じで、一時2000枚ほどのプラスまで行ってたんですけれども、まあ、最後はちょっと減らした結果、持ちメダルの方が1670枚ですね、プラス1470枚という結果でございました。いや良かったですね。これでモンキーターコーは今街道日記で2002勝、ちょっと相性も良さそうですから、これからまた街道日記の中で、まあ、6号機の中では中心的な存在になっていくかもというところですね。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。いやー朝からね、今日は多くのお客様並ばれていましたけれども、久しぶりに来ましたけどやっぱり雰囲気めちゃくちゃいいですね。で朝から狙っていた凱旋座れなかったですけど、まあ、どんな感じになってるのかちょっと見たいなと。4000枚以上のプラスか。でこちらが3000枚、持ちメダルが3000枚ということで、まあまあ出てますよね。その左も持ちメダルが今約4000枚と。でね、あのミッドガーデンさんはもちろんあの番長シリーズ、そしてゴッドでしょ、それからまあ6号機もいろんな最新台をしっかり入れられてるんですけど、注目してほしいのはあと30杯なんですよ。ミッドガーデンさんに来たら置き時打ちたくなっちゃうんですよ。まあ、それぐらいね、もう常にこう高稼働を誇っているというコーナーですね。ただ今日はどこが高稼働が高いというよりも、もう朝の並びを見ても分かる通り、スロットコーナー終日かなり高い稼働で推移してます。で今スランプグラフもね見てきましたけど、まあ、やっぱり台数の多いミリオンごと神々の凱旋とか、あと番長シリーズですね、番長3、そしてサラバン2あたりで、もちろん今日打ってた6号機のモンキーターン4とか、あなたあのオットハーデスとかリベロあたりですね、まあ、このあたりもその朝から座られたお客様が長く打ってる状況を見ると、まあ、長く打てる状況にあったんだなというのは伺いますね。まあ、稼働が高いだけじゃなくて、しっかりとこちらもお客様のこう期待に応えられるような営業されてるんじゃないでしょうかね。すごいな、ミッドガーデンさん、なんかもう気合が入ってますね、気合が。さあというわけで今日はミッドガーデン上越店さん、約1年ぶり久しぶりにお邪魔しましたけれども、見ていただいた通り店内はやっぱりもう素晴らしい雰囲気でしたね。そして今日は稼働も高くて非常に活気がありました。でミッドガーデン上越店さんのいいところって挙げればキリがないんですけど、まあ、今日はねかなりお客様多かったので、それでも狙い機種には座れなかったんですけれども、まあ普段のこう平日とかであれば、まあ、本当にゆったり遊べる空間だなと思いました。さあそして、今日の実戦の結果ですけれども、結局朝から座ったモンキーターン4狙い機種ではなかったんですけれども、朝一台を打ち切る結果となりまして、結果は200枚の投資に対して1670枚の交換でしたので、今日は1470枚のプラスでございました。やりました。はい、というわけでまたね次新潟にいつ来るか分かりませんけれども、ね、年に何度かお邪魔させていただいてますので、また次来た時にどんな雰囲気になっているのか楽しみに、今日はこれで失礼したいと思います。そして、今回の街道日記のお守りプレゼントのキーワードですね、発表したいと思います。今回の街道日記お守りのキーワードは V モンキーでお願いします。今回のプレゼントのキーワードは V モンキーでお願いします。以上、シーサの街道日記第 999.3 話でした。